どうも皆さんこんにちは、イーサフトです。よし、じゃあ続きやっていきましょう。とりあえずは今は一旦目的がなくなってしまったので、まあ疲れを癒しにね、ちょっと宿屋行こうかなと思います。お、いつもの音楽がない。あ、もう宿屋でストーリーがするのか。ユリ、何ゆっくり寝かせろって。ラゴが、ラゴを捕まったじゃん。どうしたって、評議会の立場を利用して罪を軽くしたんだって。少し地位が低くなるだけで済まされるみたい。ひどいことしてたのに。賢いっちゃ賢いけど。面白くねえ冗談だな。な。冗談じゃなくて本当なんだよ。これが今の帝国のルールか。たく、本当に面白くねえ。どうしようユリ。でももうどうにもなんないっしょそんな。ちゃんとした罰も受けないなんて。こんなの絶対おかしいよ。そうだ、エステルに言えばなんとかなるかもしれない。おい、あんまお姫様に迷惑かけんじゃねえぞ。たく、何やってんだよフレン。ほんとだよな。まあでもフレンもな、あいつ下っ端だもんな。駐屯地のテントにいるかな。ノックぐらいしたらどうだい。来るの分かってたろ。テントにノックもクソもあるか。お前その格好。本日付で隊長に就任した。へえ。フレン隊の誕生か。また差つけられたな。そう思うなら騎士団に戻ってくればいい。ユリなら。俺の話はいいんだよ。隊長就任おめでとうさん。すごいねフレン。ありがとう。僕を祝うために来たわけじゃないだろう。まあ知らなかったしね。だってそもそもラゴーの件だな。ノール校の私物化、バルボスと結託しての反逆行為、加えて町の人々からの略奪、気に入らないという理由だけで部下にさえ手をかけた。殺した人々は魔物の餌か商品にして、死体を欲しがる人々に売り飛ばして金にした。うえ、ゴミみたいな人だな。けどおめ、これだけのことをしておいて罪に問われないなんて。マジか。以上だった。評議会の権力は。隊長に昇進して少しは目的に近づいたつもりだった。だがラゴを一人裁けないのが僕の現実だ。終わったわけじゃないだろ。もう殺してしまえよラゴを。それを変えるためにもっと上に行くんだろ。そうだ。だがその間にも多くの人が苦しめられる。理不尽に。それを思うと。いやでももうどうしようもないよそんな。暗記してラゴを殴ったりすんなよ。出世が水の泡だ。お前はラゴより上に行け。そして。ああ、万人が等しく扱われる法秩序を築いてみせる。必ず。それでいい。俺も俺のやり方でやるさ。ユーリ、法で裁けない悪党、お前ならどう裁く？まだ僕にはわからない。無法者には無法者のやり方か。アレクセイがいないと思って羽目を外しすぎましたか。フレンシー法か。生意気な騎士の小僧め、この恨み忘れませんよ。評議会の力で必ず厳罰を下してやります。うわ、何？あなたは私に手を出す気ですか？私は評議会の人間ですよ。まあユーリはそういうことはしないよな。さすがに簡単に潰せるのです。無事では すみませんよ。法や評議会がお前を許しても俺はお前を許さねえ。くらマジやった。あと少しでデインノモスを。くリンノボス。
それはそれで清々しいぞ。っていう夢を見ましたっていうオチじゃないよね。ラピード。ユーリは罪を制する者。ああ、いいね。ラピードは罪を知る犬。はあ、かっこいい。ここでお別れなんてちょっと残念だな。今度お城に遊びに来てください。ガキンチョ、本当に行くわよ。え、行っちゃダメなの？はあ、バカっぽい。だって友好協定が結ばれたらギルドの人間もテイトに入りやすくなるでしょ。そうですね、結ばれればね。姫様、そろそろ。あ、はい。いや、可愛いな、エステル。ラゴーの件は私からもお願いしてみます。正当な処罰を下せるように。姫様、そのことなんですが。はい。もう噂になってんの？ラゴー様は昨夜から行方不明。あ、まだ行方不明か。これ生きてるオチとかやだな。まだわかりません。今も足取りを追っている途中なものでして。どういうことなの？ビビって逃げたかな。さて、私も行こうかな。エアルクレーネってのをいろいろ調べて回りたいし、調査が済んだら私もテートに行くから。お、かわいい。リタ、あ、リタかわいいね。はい、楽しみにしてます。じゃあね。カロルはこれからどうするんです？僕はギルドをユーリと一緒に作りたいな。それいい考えだと思います。また逃げるくせに。いや、カロルはね、信用してないんだよな、マジ。ごめんなさい、もう行きます。あ、ユーリ呼ばなくてもいいの？ええ、まだ休んでるみたいですし。そう、ではここで。うん、また会えるといいね。ユリ、起きてる？エステルもリタも行っちゃった。そっか。今追えばまだ間に合うかもしれないよ。その気になりゃいつだって会えるさ。そうだね、面会という形で会えるかもしれないね。ユリのバカ、もう知れない。行っても帰りづらくするだけだっての。なんだ、姫様の馬車爆発？魔物か？ユリ！お？ドラゴン？なんだ？知ってか？うん、僕もあんなの見たことないよ。降りてくるよ。行くぞカロル。え、あ、待て！ドラゴンだったよね。何あれ？なんてざまだよ。隊長。ユーリか、頼む、エステリーゼ様を。ユーリ、あれ。あ、ドラゴンじゃないのか。あのめ、こっちに来い。なぜ私たちを無視する。私が狙われてるの？
士団長、どうしてここに。騎士団の精鋭がやむを得ないか。ヘラクレスで奴を仕留める。ヘラクレス、ロベル君待ちため、もう手は打った。冗談、エステルが食われるのを黙って見てられるか。忌まわしき世界の毒を消す。喋れんだ。人の言葉を、あなたは。ユーリ、無事だな。なになになに、すげえじゃん、喋れる鳥さん。ヘラクレスってどれだろう、この要塞のことかな。街を出て旅を続ける。テートに戻るってんならフレンのとこまで走れ。選ぶのはエステルだ。私はどうすんだろう。エステル、まあでも来るよね旅に、きっとね。あの急に来た鳥は何？爽やか、ユーリかっこいい。ジュリス、危ないことしないで。お前がそれ言うな。心配ないわ、あなたたちは先に。さあ早く。あら、強引な子。あの鳥は何なんだろう。帰ってく。なんで？いや、謎謎謎。それにエステリーデ様も。体調ボロボロだね。面倒なのが来ちまったな。ごめんなさいフレン。私、やっぱりテートには戻れません。学ばなければならないことがまだたくさんあります。それはテートにお戻りになった上でも。テートにはノール港で苦しむ人々の声は届きませんでした。自分から歩み寄らなければ何も得られない。それをこの旅で知りました。だから旅を続けます。エステリーゼ様、成長したねエステル。下町に届けといてくれ。結構距離あるよそれ。よくピンポイントで届けたね。デートにはしばらく戻れねえ。俺ギルド始めるわ。アンクス爺さんや下町のみんなによろしくな。ユーリ、ギルド、それが君の言っていた君のやり方か。まあ間接的にだけど、デートと、まあ、帝国と敵対するってことだもんね。腹は決めた。それは構わないが、エステリーゼ様は。頼んだぜ。ユーリ、言うのが逆になっちまったけど、よろしくなカロル。うん。さ、とっとと町を出ようぜ。うだうだしてると騎士どもが追っかけに来ちまうぞ。真実を求める姫君、かっこいいね。